いや現役の時の僕よう受かったなと思いました。おお、もうがっつり研究レベルですね。休憩時間挟んで言語が切り替わるパターンがあって、国際教養学部で唯一必修の科目っていうのは統計学なんです、はい、こういう読み取ってそれに対して文章を書くっていうのができないか、今日の 1,2 年生のめちゃくちゃ苦労するので。そうで始まりました、もてチャンネル。さあ今回もヤンチュビにおいでいただきました。はい、来ました。はい、今回も解いてほしいヤンチュビっていうですね、入試問題やっていきたいんですが、今回は早稲田の国際教養、ということで、なんとヤンチュビの出身、ちょっと聞いたことない大学、聞いたことない学部かなと思ったんですけどあれ全部授業は英語なんですね。全部授業英語です。はい、どんな感じなんですか実際。まあごめんなさい、今全部授業英語っていうふうに言ったんですけど、はい、僕が通ってた頃はまあやっぱりまだちょっと、はい、僕まだ6期生7期生ぐらいだったので、はい、まだ学部としてしっかりこう確立してない時期でもあって、はい、他の学部の先生をこう呼んだりしてて、はいはいはい、ちょっと英語得意じゃない先生はもう、まあここちょっと英語でなんていうか分かんないんだけどとかって授業の時に言ったりしてたり、もう完全に海外の大学からもう呼んでる外国の教授の方とかがもう完全に全部英語でやったりっていう、結構授業によって英語のレベル差もある学部でした、うん、なるほど。じゃあ途中までなんですか、先生英語でやってて途中から日本語になるんですか。休憩時間挟んで言語が切り替わるパターンがあって、一番かわいそうなのは留学生なんですよ、はいはいはい、日本語がわからない留学生がポカンって半分置いてかれるっていうのがありました。なるほど、そういう状況もあったんですが、そんな国際教育なんですが、はい、変わったんです、景色変わったんですね、はい、ということでニューとなってるんですが、まあ今までのすごい超長文ボーンだったのが短い、もちろん他の大学の人からすると言うとこ短いなと思うかもしれないですけど、はい、短くなったのでだいぶ解きやすくはなったんですけど、どうでしたかって言って。いや現役の時の僕よう受かったなと思いました。おお、なるほど、難しいですね。あの単語のレベルとかだと社学のがちょっと難しいかなと思ったんですけど、はい、すね、文脈理解とかっていう総合的な意味でやっぱり国際教養学部の方が問われてる英語力は大きいかなと思いました。まあライティングがまた別枠として存在しますので、ライティングとリーディングが分かれたっていう感じなんですけども、じゃあ最初のどうでした、このレゴ。そうですね、ファーストパラグラフにこのハズブロっていうね、バービー人形とかトランスフォーマーを作って、はい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 、この会社の子会社がウィザードオブザコーストって、あのマジックザギャザリングの、 あの販売してるメーカーになりますので、これぜひリスナーさんに今回覚えて帰ってもらいたいなっていう。マジックザギャザリングめちゃめちゃ推していくっていうあれベーシスのプロモーションで来ていらっしゃるんじゃなかったでしたっけ、はい、すいません、これレゴの話ですよね、はい、おもちゃの話で。パラグラフのやつはそうですね、まあまあまあ、これはどうでした、やりやすかったですか、パラグラフ。やりやすくはないですよね、やりやすくはないやりやすくはないですよね、これ狂うと本当に狂うので、はいはいはい、でまあやっぱこういうのの出題の傾向としてやっぱりどっちかなって迷わせるのわざと置いてたりするので、うん、で単語の意味の方はどうでした。レベルは高いですね、もうイディオムとかハイプとかエミアリーとか、はい、ここは意外といけました。もうやっぱ知ってたっていう感じですね、はい、まあでもまあ文章を読まずにはいけないか、さすがに文章読まずにはいけないですけど、まあ、文章を読んでちゃんと本文が何言ってるか理解してれば、うん、ある程度一致はちゃんとできるんじゃないかな、推測できる感じになってたということですね、はい、いや知らないイディオム、知らない表現はいっぱいあると思うけれども、まあ文脈使えばっていう感じですね、うんうん、がっつり英検級レベルですねがっつりだ、はい、あ内容一致は、内容一致パッセージに合ってないやつを矛盾点こう見つけられましたか。これもやらしいのが、もう受験英語やってると Do not agree と Not mentioning のパターンがあるじゃないですか。ここはまあ Do not agree なので、矛盾点がちゃんとこう発見できれば明確に違うなっていうので、ここは絞っていけたっていうのはありますね。なんで気をつけないといけないですからね、これね、合ってるもの選んじゃったら最悪な状況になりますからねちょうどそういうのがハマるように問題作られてるんですよ ね、 そうですね。続いて大物2ですね、パラグラフのやつと合ってるものの方だ、はい、こっちは合っているものを選ぶ、合ってるものですね。国際教養ってその他の学部と違って英語で読んだものを咀嚼して理解して、で自分で論文書いていくっていうことを求められるので、まず大前提、難しい論文が分かんないとダメだっていうので、ちゃんとこう文脈理解は通ってくるなっていうのは思いましたね。著者が何を言っているかっていうのは終始こう問われてて、でそこはちゃんと理解していれば解けるけど、理解しなかったらしっかり間違えるっていうことになってると思います。あ、単語はどうでした。アルベントよく出てきますね、しょっちゅう出題されますけどもな、ファイナルファンタジーアドベントチルドレンをみんな見てほしいですね、はい、アドベントカレンダー、アドベントカレンダー、あ、そうですね、アドベントカレンダーの方が、はい、ここの単語は逆に僕
解けないとダメだなと思いました。ここはかなり簡単だったかなと。そうですね、第問1と比べればだいぶ優しくなってますね。はい、2番もしっかりあのギャザーマジックザギャザーリングですかねアキュミレーター、アキュミレーター基礎単語、リチュアルもそうですね、はい、基礎単語ですね。そうですね、だいぶ、はい、テンプレートなんかもう日本語になってますね。テンプレートとモデルはもうなんならトランスフォーメーションとチェンジももうほぼ一緒ですね。エンティティも、はいはいはい、まあ、エンティティシングだけちょっとまあシングの範囲が広いのでちょっとずるいなと思ったんですけど、他のが全然違うので絞れるかな。今授業でいつも存在物っていう、言語学非常に使うんですよ、このエンティティっていう単語。クリティカルも簡単です、ね、クリティカルクルシア、これも絶対ですね、はい、トランプフェイル、トランプは失敗したおじさんですもんね。そうですね、で結構こうアメリカの選挙の時これネタにされてましたね、こういうプレミス、あ、これもよく出てきます、はいはい、このレインも非常によく出てくるので、ここはいわゆる1級レベルでなく11レベルというか、そうきちんと単語帳とかやってればできるかなと思って、ダイモン2がもう単語のレベルはドンと下がった、うん、逆に言うと国境を受ける子は多分ここの辺10問中9問は正解してくるような印象なので落としたくない、ササササッとやっちゃうんじゃないかなと思いますね。そしてダイモン3ですね、ヨーロータイム、はいはいはい、時間の伸縮の話ですよね。専門が時間と言語ですけど、まあそれでも大変、受験生これどうなのっていう穴埋めしていくやつ、そうですね、ちょっと新しい感じの問題だったんですけど、はい、これは母音を選んでたらぶっ飛ばしもんですけどね、アウティテュードとかねって書いてあるの選んでたらどうでしょう、レベルとしてどうでしょう。いや、ここもこれも英検で表すのもどうかと思うんですけど、うん、1級というより準1級かなと思いまして、ここは割とみんな取ってくるとこじゃないかな、うん、単語のレベルは高くないんで、うん、内容ですよね。そうです、内容一致的に解けるかだと思うんで、内容一致はどうでした、読みづらかったと思うんですけど読みづらかったです、まあ、結構内容一致は大変だなと思いましたけどね、ここは、1から7挟んでいくやつ、これはどうでしょう、埋められるやつ、まあここはまあまあまあ、まあ、並んでる単語そんな難しくないですけど、そうですね、その単語で分かんないのとかはないので、あとちゃんと本当に文脈理解ですよね、うん、出てくる単語がそんなに難しくなくてもやっぱり問題が解けないパターンって、うん、結局こう文章理解というか、うん、この短いこう受験みたいな限られた時間の中でいかにこの文章を理解するかっていうこう読み解き方は、ぜひベーシスのラインアットの方に質問いただければ、読み方の秘訣を教えてしまいます。おじゃあ次はライティングですね、はい、どうでした自由英作文、ああはいはい、トピックがね今回だいぶむずいと言われたやつなんですけども、ベーシックインカムじゃなかったでしたっけ。そうです、ユニバーサルベーシックインカム UBI、 Write a paragraph in English ですから、 Universal Basic Income UBI、うん、is a proposal that would provide all citizens of a country or other geographic area with a specific sum of money usually paid monthlyRegardless of their income, employment status, or assets. A UBI would, as examples, replace welfare payments, increase labor mobility, and offer the risk of job loss from automation. っていう形ですね。それに関して書かなきゃいけないと。まあ、なんかひろゆきが目指してる世界みたいな話ですね。俺はもう本当考えたことなければ無理なんで。確かにそうですね。アイアンチームはどう思ったのかは。はい、共産主義だな。いやいや、でもなんか理想の世界ですよね。2個目がチャートなんでグラフ見ないといけないです、はいはい、そのグラフから答えを出すと、 On the following page, what trends and other important information can be identified? For example, you may focus on the movement of three different lines, countries that stand out over time, or any other points you can identify.形でですね、Life Expectancy、はいはい、いやでもこれね、あのよくあるんですよ、結局国際教養学部で唯一必修の科目っていうのは統計学なんですよ、はい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 、僕の時と変わってなければごめんなさい、うんうん、ちょっと変わってるかもしれないんですけど、うん、でこういうグラフを読み取ることって入ってからめちゃくちゃ求められて、なるほどっていうので、これは受験としてはもうめちゃくちゃレベル高いとは思うんですけど、こういう読み取ってそれに対して文章を書くっていうのはできないと国境の 1,2 年生がめちゃくちゃ苦労するので、おー、これはいい情報だったんじゃないですか。そして最後がですね、サマライズするやつですね、日本語で要約するやつですね。でまたで中国とかギリシャ哲学比べてるやつなんですけど、うん、いくつかその対比の話が中で入ってたと思うんですけども、はい、結局こうギリシャ世界っていうのがすごく個人主義で、で世の中はシンプルに微分ができて、で全ての構造は理解できて自分の運命すらも論理的にこう操っていけるっていうので真理を追求する世界なのに対して、中国というのはもう世の中のことも複雑にこういろんな縁が絡み合って、うん、複雑極まりないので、これはもう世の中のこの調和を大事にして、和を大事にした上で道の
を追求するっていう、うん、そういう哲学だよっていうこの対比がちゃんといくつかこう出てる項目をちゃんと単語を余すところなく文章に書いてサマリーが書けてるわ。なるほど、はいはいはい、そんな自由英作文もようやくも学べるのが国際教育あ、じゃあ勉強ごめんなさい、僕からめっちゃ面白いごめんなさい、僕からめっちゃ使います使います別室ですね。はい。ですね。わかりました。はい。まあ、なかなかやっぱり、教養が求められるっていうのはわかるなっていう。ね、前にも英作文とかでは、自転車のヘルメットを被らせるべきかとかですね。ありましたね。日本人考えたことないようなことが出たりとかもするので、はい。ぜひ、こういったこともですね、考えてやってみればいいんじゃないかなと思いますので、はい。ぜひ、国際教養ね、挑戦してみたい方、ちょっと OB からですね、はいはい、ぜひ挑戦してほしいですか？欲しいですね。挑戦したい方は、やっぱ帯に聞くのが一番いいので、ベーシスの LINE アットから、僕の方に、公式 LINE から、僕の方にコンタクトください。ぜひぜひやってみてください。お願いします。はい。ありがとうございました。Thank you for watching。今、僕が首席講師を務めます、ベーシス公式 LINE に登録してくださった方全員に、偏差値30から60まで上がる勉強法ノウハウ集をプレゼントします。TOEIC で言うと800点まで、英検で言うと準1級までをカバーする内容になっていますので、ぜひこの機会にゲットしてください。また、個別メッセージをいただけますと、僕や他のベーシス講師からアドバイスももらえます。ぜひこの機会に概要欄のリンクから QR コードを出していただいて、登録よろしくお願いします。